5月11日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です えー、日本放送、屋上の温度計15度、ね、外もかなり明るくなってきてという感じであります。あの昨日オープニングで あの昨日の、ね、日差しってものを大事にしようなんて話をしてたんですがその後ちょっとあの週間予報を見るとよくなってきた、ね、そうなんですよ今はあ,あまりすっきりしないお天気の予報だったんですけどもともとはそれが今日あの日差しがあるお天気になるということで<ー>ちょっとほっとしましまたよよねねそうだ今さもスタッフと話してたんだけどいや,やっぱりこう雨が降らない5月のこういう なんすがすがしい陽気っていうのはいいねみたいなねええ話をしました、あのこんなここでですねえ今日の陽気なんかも見ながら爽やかって言葉を使うとですねえ、えー、小塚の皆さんからですね爽やかは秋の季語ですから、ね、<ー>こういうところで今使っちゃいけないんですよと5月あたりのこういうねカラッと晴れたような気温の時っていうのはすがすがしいという言葉を使うんですよと大体怒られるんで何度か怒られてようやく僕も覚えたという感じで。<laughs> まあ、あのね 昔だったら本当お天気一つやるにも「歳時期をねこうくりながらとか「やりなさい」っていう風にえ言われたんですけど私本当に不祥の弟子なんでそういうものはすぐにすっからかんと忘れてしまうというですねえーえーようやく覚えたというところですがまあでもねこの,あの爽やかな「爽やかな」っつっていけないんだよ。<laughs> 行ったそばからですよね本当このね、あの口をついて出るっていうのがまさに恐ろしいんですがこのすがすがしい陽気でまあ外に出たいねっていうところできょう朝日新聞の東京面あの朝パ、ラパラとこと新聞を見ていたら、えー、旧古川庭園が3年ぶりに盛りのばらと、えー、おととしも新型コロナ感染防止で5月休館だったということで,ですね見頃を楽しめるのは3年ぶりだということでありまして。 あそこ、ね、いいよ、ね、あの我々中継を長く担当していましてね、はい、あなたとハッピーの中継コーナーとー、えーまあ、ここもね結構折に触れていくことが多かったんですけれども何といっても100種類200株育てていけっていうねい、えーえー、10日昨日の時点で86種がすでに開花していると<ー>すごいよね。すごい あそこ、はい、あの洋館の,、ねあのはい、旧古川邸のその建物も美しいとでその前のバラ園がまたこれが美しいというね、えー、ところでまああの。 プリンセスを冠したバラなんてのがいっぱいこうあったりとかしてほうほうほうなんて言ってねえー、あの久子お殿下にちなんだプリンセス久子というバラとかね、えー、いろんなものがあってへえー、こんなものもあるんだなんていうのをねずっとこう見ながら散策するだけでも楽しいんですけれどもねえー、昔そういえばあのなんかかつては これは秋のバラの時だったかな、はい、ライトアップをしていてそれをですねまだ結婚する前に妻と一緒に行ったりとかなんかそういえばバラというと横浜のね,ねあの港の見える岡公園のところに名ですね有名、ね、だよね綺麗なバラがあってそういえばなんかバラを見に行こうよなんて言って <laughs> <え> <laughs> 誘っては断られっていうあトゲがあるんだなバラにはっていうの。<laughs> 感じたことがありました。本当に。まあでもね、本当いい陽気になってきたんで、え、んえそんなね、あのー。 ことも、えー、少し楽しみたいなと思うんですけれども、はい、あの実はそんなことをしながらですね、えー、お天気を気にしながらちょっと週末に向けて準備を続けておりましてあの昨日あたりね柿花さんのハッピーでもちょっと話題に出たかもしれないんですけど、えー、今週というかこの週末15日、えー、沖縄が日本に復帰してから50年という節目を迎えるとでそれにあたってですね、まあ、我々も現地の式典等々取材をして16日の月曜日に沖縄から放送を出そうと。 ということで、えー、準備を進めているんですがこれなんで天気気にしているかというとですね沖縄はこの時期すでにあの<あ>梅雨のようなお天気が続いてましてそそううですよよねそうなんだよ、あのー、週間予報を見るとだね、はい、一向にこの傘マークが取れない。 っててていいうところを続けていて、えーえー、ですんで、まあ、雨の中の取材になるかもしれないんですけれども、はいえー、今、準備を進めている最中で、えー、あります、まああのー、今日の予報のようにね直前まで傘マークがついたけどもパッと晴れるみたいなことが。 そうなってほしいんだけどね。本当だ来週の天気だだと曇り一時雨ですもんね、うんねねそうなよちなみに私あの大事な時には必ず雨が降るという入社式もさ雨でさ、えー、あの当時お台場で入社だったんだけども<わ>風が強くてね落ち武者のようになっていった覚えがありますんで <laughs>、えー、その辺も含めてこう動きたいというところでございます。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご参加ください今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんこの後六時半過ぎからご登場です、えー、まずは安倍元総理大臣、えー、日銀は政府の子会社という発言について、えー、一部メディアが、ねえー、報じております それから6時52分ごろからお送りしますニュース7時またぎ経済安全保障推進法案が参議院の委員会で可決をされまして今日の本会議で成立の見込みとなっております。 えそれからあ韓国の新大統領ユンソンヨル氏就任ということでこれについてはサンケ新聞ソウル支局長の桜井のりょうさんともお電話をつないでえ現地の様子それから林外務大臣が言ってますからねえー、その辺の話も聞いていきたいと思いますえー、そしてニュースキーワードのゾーンは IPEF インド太平洋経済枠組みについてそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは EU 大統領がロシア産のガス金輸で依、えー、存から脱却すると。 表明をしたと、えー、これ日経が今日一面で伝えておりますここが気になるのコーナースタジオに長官各紙が入ってまいりました、えー、今朝の一面トップまあ今日はねバラバラという感じになっております、えー、朝日新聞は ね、昨日の韓国の大統領就任について、えー、ユン・ソンによル氏、そうなんですよ、これ、ソクヨルと読むかソンヨルと読むか、えー、いろいろとです、ね、ソギョルというのもありましたし、えー、あのこの、ね、就任の日まではなんかいろいろこうあったんですけれども各氏、各社ユン・ソンによルに統一というような感じになったと、まあ、これ、おそらくはあの後人として、えー、地位が固まったところで、まあ、横並びでということなんだろうと。 うふうに思うんですが、えー、ということでこの番組もですね孫によるに統一ということになっております後ほどまああの韓国のね新政権についても高橋大一さんに解説していただこうと思っております、えー、それから読売新聞一面トップは病床確保へ指示権限国都道府県医療機関に向けということでまあその病床の確保の部分とえー うん、ここにですねあの秋に予定する臨時国会で感染症法の改正を目指すんだということあの医療機関に対して国と都道府県の権限を強化するということでありますが、うん、拘束力のある指示と、まあ、今まではあの拘束力のない要請だったんですけれども、えー、法の改正をするんだというところのようであります。まあ、あのこれね、えー、指定感染症の今コロナ二 という形でやっているというそのあたりについてっていうのはまあ、相変わらずするするのかなというような感じもございますまあそうするとね指定の医療機関以外では入院ができないとか色々いろいろそこらへんがネックになってるんじゃないかっていう声はあの現場からも徐々に上がってきているとまあこれだけワクチンの接種が進んだということを考えるとえ、えー、まあそのあたりの現場の声がどこまでというところですがまあただね現場の人たちに結構話を聞くと動かない、ね ですよ厚労省も政権もとまあ選挙の前ということを考えるともう動かないことで支持率は下がらないというようなことを何か学んでしまったのかなというような感じもあります、えー、毎日新聞は沖縄復帰50年を前にということで、えー、その特集、えー、市街地の基地普天間というこの普天間基地周辺の、まあ、小学校の、えー、校長先生のお話など を書いております。まあ、あ米軍の、ねえー、航空機から、えー、物が起こってきたりとかっていうことが、まあ、危険じゃないかとまあ確かに世界一危険なあ基地であるということはね、えー、アメリカの政府高官も、うん、当時発言があったというところもあります、えー、それから産経新聞はワクチン大国復権に命運ということで医薬最高という、えー 特集記事を書いておりますで気になる記事なんですけれども読売がです、ね、社会面で報じてるんですけれどもあの知床の観光船の事故を受けて。 海保、えー、ヘリ救難士増強へ知床教訓救助迅速化という、えー、観光船が、ね、沈没した、まあ、一報があってからその現場への到着が、えー、遅れたじゃないかということ、まあ、これは確かにそのあのおことが起こった直後にです、ねえー、結構批判が出たんですけれどもただ、この道東の地域ほかではとても広いと、えー、いうこともあり、えー、そして水温も今回冷たかったというようなこともありますので辛坊、まあ、二郎 さんがね、えー、再三指摘してますけれども、えー、本来は救命医だなどを積んでいなければ、えー、この低体温症というものの恐ろしさというものはあまりに軽く見てるじゃないかと、えー、ライフベストだけではだめだったんじゃないかというようなね問題提起をして、えー、いますがまあ、そこの話ではなくて海保やヘリを増強するんだと海保のヘリや救難士を増強するというのはもちろんそれは賛成なんですがまあ、そこの ねえー、先見であったりとかっていうようなところを覆い隠すようなあものであってはならないということが1点と、それから、まあ、この海保に対してですねもっと増強すべきなんだっていうのは、まあ、あの安全保障の面からもいろいろ言われてきたところでもあるし、ここでも私も何度も取り上げたことがありますが、まあ、重複になるかもしれませんけれども、えー、そもそも現状ではこの海上保安庁という機関は、えー、国土交通省の中にあるということで、で国土交通 通商ってものは元々そのはとそ歴史を紐解きますと旧建設省というものがありそして旧運輸省というものがあり大雑把に言うとそうこが、ね、一緒になったと、まああの他にも国土庁とかいろいろ省庁再編のときにはありましたがで、えー、ただ、そのかつての流れというものがいまあ、だに残っていると、まあ、あのこれ官邸断然保障やってた人に聞いたことあるんですが、まあ、もうこのね海保の増強というのは尖閣の なども含めるるととの課題であるとで予算を増やしたいというふうになった時も、えー、国交省全体5兆円の予算がありますと4兆円は建設関係1兆円は運輸関係その1兆円の運輸関係の中から、えー、2000億円強がうーん解保に行っているとで、えー、国交省の予算を増やそうと解保の予算を増やそうとするといやじゃあ,あの国交省全体でね,ね どっかからお金を捻出しなきゃところが旧建設側はいやいやそれはもうあの運輸側でやってくださいとで旧運輸省側はいやいやいやうちは公安の整備とか空港の整備とか鉄道とかいろいろあからなかなかお金出せませんよねということでんどんなに官邸が旗を振っても金がつかねんだという話をしていました昨日の国土交通大臣の会見でこの話が出たということなんですがであれば、えー、国交省関係の 政治家の皆さんが具体的に汗をかかないと掛け声だけに終わるんじゃないかということを非常に思います。 この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ま,すえー、まずはですね、うん、安倍元総理の日銀は政府の子会社という発言についてでありますがまあ大分市での講演で、えー、まあ政府は国債を支中銀行を通じて日銀に買ってもらっている満期が来たら返さなければならないが、日銀は政府の子会社なので政府は何回借り換えても構わないというふうに述べたと。 いうことでこれもですね 日銀の独立性を脅かす発言だみたいなことを一部報じているという申し訳ない、笑ってしまってずっと昔からこれ、日銀マスコミが間違ってるって私、ずっと言ってるし安倍さんには安倍さん、小泉政権のときに副長官とあと幹事長と官房長官だから、私、何回も説明したことがあってそしたらその時からええという安倍さんはその時えはえって言ってたけどその後は、だから今から20年近く昔からは。 言ってるんだけど、うん、あの全然間違いじゃないんです。<laughs> だから、何が間違ってんのっていうと、独立性っていう意味をマスコミが勘違いして。あの、えー、独立性って意味は子会社。 独立性があるといったときにはどういうのかというと日々のオペレーションは親会社から指示は受けないですよね、大きな方針だけですよね、そういう意味での独立性ってことなんで、それはね、実はバーナンキがいるでしょ、バーナンキがね、f r b の議長だったそれはね、日本に来たときに、日銀で講演したんですよね、そのときに、講演、どういう話したらいいかって聞くから、私にね、だから、この独立性の話、日本全部間違ってますからって言ったら、かなり私も今、って同じようなことを。 と全部言ってくれたんだよ言ってくれたんだけどなぜかそこだけ落ちてた報じられなかった報じられなかったそこだけすっぽり落っこててそれでねえっと思ったんでそれで「エホールビーン」見たら「エホールビーン」のホームページに全部きちんと書いてあったああその演説原稿そうなるほどだからこれマスコミが言われたら嫌なんですよだから落としたんです まああのね、それこそアベノミクスが始まった当時なんかも、うん、こう西銀の独立性がみたいなことって、ね、言われたときに、その手段の独立と目的の独立の違いなんだっていう話がありましたよねその話を昔はあの20年ぐらい前安倍さんに言ってね、はいうん、それは安倍さんが覚えて、いや、これは便利だなと、便利だって言っちゃいけないけど、うん、要するに大きな方針だけ与えればいいのね、はい、それであと人事だけやればいいのねって言われたんで、全くその通りですって言ったわけ、うん <laughs> あとは日々はんあのなんか金利の上げ下げみたいなオペレーションの話はしちゃいけませんよと。 あの安倍さんそこは完璧に完璧に理解してるそるでそれと同じなんですよ そのその言ってるだけなんだけどだから独立性を完全なる独立性というふうに勘違いして子会社で完全なる独立性ってありえないんですよね、はい、まあそうなってしまったら別会社ってことになちますからね <laughs> もちろん,もちろんだからあの中央銀行の独立性っていうのは手段の独立性っていって子会社として日々のオペレーションについて指示を受けないってそういう意味での独立性だっていうことでこれは世界中ではっきりもうどこでも一緒です、うん、でそれだからバーナンキが言ってくれたんだけど、はい、そこだけ落としたマスコミさんはこれ言われるの嫌なんだろうな <laughs> なるほど ね、まああの目的も含めて存在も独立は独立なんだっていうふうに言いたいと。うん、そ、う、あ、ん、りえない。あ、だってだってあの出資金出資金あ出資。 を以上持ってるし政それでただ役員の任命権はあるし予算の認可権もあるから、うん、普通の子会社よりかはるかにあの強い子会社ですよ要するにかコントロールがよく効いてるという意味でねだからこんなもんをね、はい、あの子会社じゃないって言いたい,言ったら間違いです、うんえー、まずここが気になるプラス日銀は政府の子会社という発言についてでありました。<music> お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方 スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りしますそして7時台の後半にはエンタメスポーツのコーナーこちらもさらに充実したラインナップでお届けします 日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加くださいあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 浩二アップ、えー、コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします まず株と為替の値動きをお伝えしておきます10日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べ84ドル96セント安い3万2160ドル74セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は114.42ポイント上がって1万1737.67でした一方、円相場は1ドル130円40銭付近で取引されております えー、連日で年初来安値をつけたということでありましたアメリカは金融引き締めへの警戒感が強いとそれから11日に4月のアメリ消費者物価指数が発表されるということで買いに慎重ということのようであります。まあ消費者物価指数はかなりね えー、そ,それなりの数字が出ますよね、アメリカの場合はね。でも今度出るやつは,月はちょっと多分下がるんじゃないかな<ー>というのはさすがに、まあ、<laughs> 先月、8.5とかね <laughs>、うん、ちょっと8%ちょっとぐらいらなちょっと下がって,ってあのこれからピー,ピークアウトするっていう予想が。 だったと私は思ってるんですけどねう。<laughs> うん。そうするとまたあの、ねはい、予想以上あのね予想でね。市場予想上回った。バーンとかねあの、はい、上がるかもしれないし<ー>確定わかんないですね。まあ結局こう <laughs> 目の前の材料で上がり下がりするす。上がり下がりするか本当に予、ね、想してね大変ですね。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。経済安全保障推進法案参議院内閣委員会で可決今日の本会議で可決成立へ。 経済安全保障の強化を図る新たな法案経済安全保障推進法案は参議院の内閣委員会で昨日採決が行われ自民公明両党や立憲民主党などの賛成多数で可決されました法案は今日の参議院本会議で可決成立する見通しです経済安全保障の強化を図る新たな法案は衆議院を通過した後先月13日に参議院で審議入りし内閣委員会で審議が行われておりました まあ4つの柱とこういうものを掲げておりました、まあ、半導体だとかの重要な製品をのサプライチェーンの話であるとかあるいはあのー、特許の非公開を、ね、できる制度であるとかというところ、えーえー、などが注目されておりました。うんそう 橋さんどうご覧になりますあもう全部重要ですけどね、あの非常にあの特に関心というかね、注目してるのは、基幹インフラの安全確保というやつで、はい、これ、基幹インフラっていうのはどういうのかっていうと、うん、なんだっけなあの、電気、ガスとか、はい、航空とか、うんそういう,うん、うん、も,ものですよ、鉄道とかね、はい、こういうものの基幹インフラに対して、国がまあ事前審査を、参入するときに事前に審査をするっていうのが初めてできたわけ。初めて まあ今まででなかったですよね、うん、だからこういうのがないと要するにね帰還イグラの話って結構国よりかは地方でで多いんですよね<ー>地方の方で入れるってそうすると地方の方はもうこういうふうなんか国の方のこういう制度がないと全然関係なくて事業,の水事業できるかできないかってだけでチェックしていろんなの入れちゃってそうすると結果的に今あのね中華系のやつがねすごくいろんなの入ってきて、うん、例えば洋上のえと電力かなんかでも入ってくるんだけど、はい、そしたらそれで海流の話 話とかそういうのいろいろ調べてどうかいろああんな重要情報がね結構ただ漏れしてるっていうふうな新聞記事もありましたよね。 なるほど、そっか、改底の情報っていうのは、ものすごい重要だから、だから、それはあれですよね、こういうふうな経済安全保障の法律のこの事前審査でね、どこまでチェックできるかというふうな問題はあるんですけどね、ただでも一応、こういう法整備があったってことは、いろんな地方の方の人もいろいろと入札かけて、いろいろと外資系企業とかね、そういうふにやるときに、一つの参考になると思いますよね、今までこういうのなかったから、そうするとだから、率直に言うとね、 国の方はやらなくて、地方の方は緩いから、はい、あのそういうので、あの地方でもこっそりっていうかね、ひそかにいろんなのが入ってきてる。 わけですよすでに、それがまあ問題になりつつあるんですけどね、はい、だから国の方がこういうのないと、地方の方はやりようがないんでね、特にあの海外の話になると、はい、地方政府の方ですと、ほとんどわからないんですよね、やっぱり国がこういうのをやってもらって、た、はい、多分普通に考えると、地方のインフラなんかは、こういうふうな国の審査を受けあのチェックした、はい、受けて、あのクリアしたのを入,あの入札資格者にするとかね、多分そういうふうになると思いますけどね。そういういのが今までなかかったから 例えばね、関西のね、大阪のね、上海電力とかそういうのが問題になるわけですよ。はい、あれはだから入札の手続きであの、なんかダミー会社を入れて、その後に上海電力来てるとかいう話だから、はい、結構まあ、地方の方は、うん、あの入りやすいって言えば入りやすかったんで、今までね。 だからこれが国の方がそういうふうに、特に安全保障については、国側に方針示さないと、地方政府は示せないんですよね。だって安全保障ってもう国のもう戦艦業務みたいになってるんですよ、地方はもうちょっとそれはもう無理ですよね、だからこのインフラの話は私は結構着目してて、あ<ー>これをあのちゃんとしたあの、ね、あの事前審査にできるかどうか、ええ、それとあとインフラについてできるかどうか。 あのさらにそれを地方政府がどのように活用するかって見てますけどね。うん、今までであればまあ例えば地方が独自に条例を作ると言ったって法律がないのにどうするって話になっちゃうわけですか。審査ができないでしょ。要するにだからあの安全保障の観点からあの地方政府が審査をするってことはありえないですから。えー、ではできないし。だからそうするともうあのなんかね参入っていうかね日本にあの密かに 忍び込んでね、はい、そういうふうな活動しようと思う外国の企業っていうのは地方政府の方をなんかやっちゃうでしょ、うん、そっちの方がより身近にいろんな情報も入手できるしれで審査も緩いるってことだったらそっちになっちゃうんじゃないですかだからそういうのが今回こういうねあの経済安全保障っていうので、ねはい、あって国の方がちゃんとやってくれるってことは一歩いうことはある意味今までね、えーそのまあ、経済活動の自由みたいなもので、うんえー 縛、えー、らなすぎたっていううところがあるんですかそうですね特にあの機関インフラについてね、はい、あの外資っていうのでね、まあ、あの中国系の、ね、企業、たくさん日本にもうすでに来てるんですけどね、それが今まで結構、の放図だったっていうのもあると思うというのを、ね、反省で、今回、この経済安全保障ができたんじゃないかなという気がしますけどね。うーん えーまあ、この法案ね、えー、明日ああ今日の本会議で可決成立ということですけれども、今後、またさらにね、セキュリティキュリアスの話とかこれ大変ですよ、<っ>あの国をの審査するのも、うん、誰がちゃんと審査できるのかでもそもそもあるしね、IT の話ばっかりでしょ、これ、大変ですよ、えー ええー、さて、経済安全保障推進法案。いやー、まさにこのね、鉄道もインフラの一つであります。もちろん、もちろん。うんうん、鉄道インフラ、あの、基準基幹産業ですよね。うん,うん。これらはね、まあほら、電力とか、いろんなのがあるでしょはい。だからね、幅広くなりますよ、これは。で、それが、まあ、それこそね、I. O. T. だとかっていうものも、もう使い古された言葉になってきましたけど。うんうん、まあ、ネットで管理すると。とそうですね。 いう時代にサイバーインターネットオンスインクってやつね。あのあれは、ね、結構セキュリティー甘いから結構入り込めちゃって<え>重要なところでねコントロールされちゃったら大変ですよね。<え>そういうのをちゃんと事前審査がどこまでできるのかっていうのはそこは結構大変かもしれないね。これってそのまああの各所管省庁でやるっていうのが。 一応の基本になってくるんですかまあそうなるでしょうね、うん、あの日本の行政法ですとね業種ごとに縦割りになってるからな、はいうん、でもその IT の話なんかはあれですよね計算関係に出すな ちょっと無理じゃないかなって正直て思いますけどね。うん、だいたい官僚ってこういう I. T. の話とか一番弱いですから。うん、で、これね、あのー、まあ、衆参両院で、えー、いろいろ審議がされていました。で、その中で、さまざまな論点も出てきましたけれども。はい、まあ、結局、今回、この前、四本柱でやったと。うん、で、これ、小林孝之大臣も、答弁で話してましたが。うん、いや、これで終わるもんじゃない。<laughs> そうそうでしょう。うん。うん、手始めですよ、最初。不十分で、すこれがだから、バージョンアップしていかなきゃ。 いかんじゃないですか、うん、でもそのバージョンアップの前にそもそも IT 関連のねね、はい、あの来、ねえー、た時に事前審査が役人でできるのかっていうのはこれ、ね、事前審査をするにしても、うん、その情報の部分とか全然分からんでしょはき、うん、<laughs> うと、うん、こういうの結構大変なんですよね。 まあちょっと経験があるんだけど、金融かなんかでね、すんごい新しく海外から新商品が来た、今から40年えっ、ー、と、30年ぐらい昔の時に、もう本当に大変で、えー、審査できないわけ。<ー>だから、私そのね、担当官に指名されてね、はいえー、もう全部やらされたことあってね、ものすごく結構難しかったね。えー、あの、最新の金融技術みたいなのが山ほど新商品でグーでしょ、えーえー、<laughs> やっていかなきゃいけないんでね。それ、はい、で一回日米協議で私指名されちゃってね、日本は彼がやりますかって言われて、私すごい、 あの焦ってね、はい、焦ったっていうかね、うん、<う>ちょっと大変,大変でしたよえそれは向こうから文献取り寄せたりとかしながらやるですかそれでっと最,最新の金融技術だから、もう無理なんですよ、普通の役人に。うどうしようもないって感じだった。 うん。ぶ、うん多分今そういうに近いんじゃないですか、ね、この IT の話なんかが出てきた時に大変だと思いますよ、えー、例えばねマルウェアをね取引先、はい、この企業じゃなくて取引先の方から入れた時にどうやって防ぐかっていうのを審査しなきゃいけないんでしょうん <laughs> そんなのものすごい大変ですようん確かにそう具体的に一つ一つ見ていくと <laughs> ものすごい大変,な <laughs> こ大変なだうん。だって多分ねあの言葉がようかかんない何やってるかわかんないっていうのはまず最初ですよねうんそ,れそういうい感じで にありますよこれ<ー>うん。 でまあねあのー、他にも、それこそ、うん、人の部分の審査をどうするんだっていうような話もあーーまあこれ、あのーこ、国家公務員等々に関しては特定秘密保護法等々は必要あるけれども、えー、じゃあ、それをどこまで適用ができるのかであったりとか学術系はどうだとかっていう話にも当然なってきます今、もういろんな手段で、ねはい、やってくるからあの審査するにしてもね間抜けなやつが審査してたらもう全部スルーパスになっちゃいますね。 うんだからこれが実効性があるかどうかって、あの多分あれだよね、デジタル庁かなんかで協力がないと無理じゃないかなって気がしますけどね。なるほど、えー、あそこうまくいってませんけどね、という,ような話も、ね、<laughs> 役人ばっかりたくさんいてね、だ、えーえー、からもうちゃんとあのこういうの、IT とかね、プログラムかポポポポからなんか、ばッばっばっなっばっばなかっば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 経済安全保障推進法案、今日のニュース、7時またぎでありました。 おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです韓国新大統領にユンソンニョル氏が就任昨日韓国ソウルでユンソンニョル氏の大統領就任式が行われユン大統領は演説で各ミサイル開発を加速する北朝鮮にまず実質的な非核化を求め進展があれば経済支援などを検討する考えを示しました 融和的な政策だった前政権の方針から転換する姿勢です、えー、韓国社会の格差問題については経済成長をなくして解決は難しいと強調しておりますで、日本との関係で言いますと林外務大臣が就任式に参加をしましたでユン新大統領とも会談岸田総理の親書を手渡したということで、えー、このあたりの現地の様子 などなどについて、えー、この時間は産経新聞ソウル支局長の桜井則夫さんと電話をつないでお話を伺ってまいります桜井さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの昨日の就任式等々取材されていてどうでしょう印象的だったことなどありましたでしょうか、えー、そうですね就任式っていうのは、はい、5年前に文在寅大統領が就任した際っていうのは あの突然、パク・クネ大統領が弾劾をされて、急な選挙があったということで、非常に簡略化された大統領就任式になったので、久々のこの10年ぶりに大規模なこの大統領就任式っていうのが開かれたわけですね。なるほど でまあそのねあのー、顔ぶれというかまあ前回ムーンさんの時にはだから外国からも人は呼ばなかったというような形だったと報道されてますが今回はまあその意味では華やかになったってことですか。そうですね。それの中でえ<っ>、えー、就任演説をされたんですけども、はい、おその中でもですね就任演説<っ>いろいろあのー、周りにいる。 え助言するような側近たちから意見を組み上げた上で、就任演説のえ原稿っていうのは作り上げたんですけども、かなりあのご本人自体が筆を入れたそうなんですよ、それで非常に短くした就任演説になって、一つのテーマに限ったことを、非常に強く打ち出したそのテーマというのはどういったものだったんですか。 それっていうのは、自由民主主義をもう一度立て直すという、自由という言葉ばを、衆院演説の短い中でも、35回も繰り返してるんですよ。はい、ほーそれだけ、まあ、ユン氏の中に、まあ、自由が損なわれているというのは、これ、危機感があったわけなんですか。えー、そうですね、えー、彼が昨年6月に その出馬を宣言した時でもその自由民主主義の立て直しということを訴えたぐらいにそのために彼は政治経験が全くなくてずっと検事として検事あの,の現場の,その検察官ですか検察 幹部としててやってきたんでですけどそ中も政治を志したっていうのはあの自由民主主義が脅かされているんじゃないかという危機感から彼は出馬したんですね、そのことを改めて、就任演説で訴えたという形ですね元々、朴槿ネ政権に対しての、まあ、捜査等々でもこのユンさんは、えーまあ、目立ってきたわけで,でその後はムン・ジェイン政権に対しても厳しい姿勢だったと。やっぱりこう、えー 一貫して、そのあたりのこうこう民主的なものっていうのが、権力によって労働されるっていうようなことに対しての危機感があったわけなんですか放置、ええええ、主義という自由民主主義のこと、はい、日本でもそうですけれども、ええ、あのきちんと法律を守ると、国民はその自由民主主義という批判を守るというようなところをがあの脅かされてるんじゃないかというような。 意識のもとで大統領選で出馬したという経緯があっただけに、うん、それを一貫してこの就任演説でも訴えたというところがありましたああの前政権の本当にこの退陣直前にこう検察の力を弱めようというような法案が出たりとかそういうことに対してのアンチテーゼってものがあったわけですか。 あの隣に要はあのすぐ後ろに演説をしているときに、はい、引き継ぐべきムン・ジェインさんがいらっしゃったので、ムン、えー・ジェインさんに対して、はい、あのこれがだめだというようなことは、演説では出さなかったですけれども、えー、完全にムン・ジェインさんが行くところと逆の方向に私は、うんえー、国づくりをしますよという宣言をしたという形になりました。 でこの大統領選の直後にも桜井さんのお話を伺いましたがかなり僅差だったわけですよねそうですねその後っていうのはこの韓国の社会全体としてこの新大統領に対しての温度感ってどうですかその後もですねえー、っとこちらの世論調査会社等が世論調査をしているんですけれどもその今後のそのユン・ソンニョンさんに期待するというような指示というのは、うん、例えば 50%を切ったり、少し50%を超えたりするぐらいで、はい、いい半分ぐらいの支持しかないような、あの異例の低支持率でのスタートになってるんですよなるほど、そうすると何かやろうと思っても半分反対、その上に、国会では、はいえー、6割ぐらいが。 うんうん、野党に転落した文在寅政権を支えてきた、えー、あの旧与党ですね。共に民主党という党が、六割の議席を占めている状態なんですよ。いきなりレームダックの可能性だったわけですか。えー、なるほど、えー。スタジオには、数量政策学者高橋洋一さんもいらっしゃいます。こんにちは。はい、えっと、あの韓国の大統領って言うとですね、すぐど、あの前の人がどうなるのか気になるんですけれど、うん、文在寅さんって。えー これからどうなるんムン・ジェインさん自身は、あの、はい、面白いのが、その9日の日に退陣するときに、私は成功した大統領ですか、あの今後も成功したあの大統領として歴史に残るために支持してくれますかって支持者に訴えたわけですよ。<う>結局あの、これまで <laughs>、えー、韓国歴代大統領で不幸な歴史をたどった方々、多かったですよね。はい、だから結局はそのおい あの傷をつけられないように守ってくれますかっていうことを遠距離に訴えたわけですよねなるほど <laughs> で、これ、日本との関係なんですけれども今回、林外相がソウルに行きましたで、えー、ユンさんとも昨日会ったということですけれどもどうなんですか手応えだとかなんとかってあったんですか、えー結構 そ方、えー、林さんが行かれて、その前日には、こちらの外務大臣候補であるパク・チンさんという方と会ってるんですけども、えー、例えば、ですね、この林さんっていうのは、あの去年の G7 の会談の時にいきなりピアノを弾き出して、ありましたね、えー、イマジン。えーえー 結構印象的な、だから音楽に対して非常に、あのー、関心の高い方で,で、新しい外務大臣も音楽に非常に関心あ、学生時代バンドをやっていたりというようなことで、その中で、あの本当にあの日本と仲良くしたいんだと、パク・ジンさんという外務大臣候補の方がですね。はい、例えば あの日本と韓国で両,方両国でヒットした「プサンコへ帰れ」という曲が、うん、あの懐かしいですよねそ,のそういう本といその曲で<ー>、あのー、共演できるとあ一緒に本当にていき、ま、ーハーモニーを重ねていきましょうということを言ったところ結局その、あのー、その前日に、はい、白人さんと林さんが会われたんですけども、ええ、林さんが。 あのー、プサンコへ帰れよ、はい、練習をしてきたんですよと言ったぐらい、はあ、双方ともにやっぱりこれ待ったなしなんで日韓関係よくしましょうっていう会談で、うんあのー、話が盛り上がったそうなんですよ。これその辺ね日本の国内からするといや過去にはいろいろそれこそ、あのーえー、先週の募集校、まあいわゆる徴用工の話であったりとか、えー、峠刺さってるから前のめりでいいのかなっていうような向きもありますがその辺ってどうですか で結局、そういうやる気があっても、はい、先ほど申し上げたとおり、いろいろあれですよ裁判の問題とかになった場合に、はい、法的措置をしなきゃいけないってなった時に、えー、6割が野党を占めてるような国会の中で、はい、どれだけ本当に実あの具体的な措置が取れるのかっていうところが、本当に密な上に、はい、あに、 旧与党であった文在寅さんをそそあの支えていた、はい、あの共に民主党っていうのが、うん、本当にあの閣僚とかを認めるときにあの、あなたは親日派じゃないかっていう攻撃を展開してるんですなるほどそうすると、もう事を細かにというか、一個なんかやろうとすると、もうずっとこう,うまくいかないと、日本としてもそうそうと。えー えー、そんなにこう、ね、力を込めてっていうよりは、少し引いた立場にな,な,りならざるを得ないって感じですかねそうですねあのな、本当に具体的に何か一歩前進の土地がないとっていうところで、今回、誰を就任式に送るかっていう部分でも、やっぱり、えー、岸田政権というのは迷ったと思います、櫻井さん、どうもありがとうございました。 続いてて教えてニューーースキーワードです IPEF= インド太平洋経済枠組み松野官房長官は昨日の記者会見でアメリカが主導する IPEF= インド太平洋経済枠組みについてアメリカのインド太平洋地域への積極的なコミットメントを示すもので歓迎すると言及しました。 IPF はバイデン政権が国内の反発が根強い TPP の代わりに打ち出した日本や東南アジアの国々と連携して中国に対抗する経済圏作りを作るという枠組みでバイデン大統領が来日する5月下旬に発足の見込みです。これあの関税等々ではなくて えー、通称の枠組みとかそういう部分が中心だというようなね、えー、ことが出てきております。そうですね。なんか、うん、枠組みっていうことで、はい、あのカチッとしたものじゃないっていうのは想像できますけどね。うん、あのまああのこのこ言葉で IPEF 的なインドパシフィックエコノミックフレームワークですよね。フレ,フレームワークですよね。<ー>フレームワークって聞くと私なんか、えー、なんかこ構想かって構想構想うん,うん考えかっていう感であの TPP の方はどういう,ふうに言ってるかというトランスパシフィックパートナー アグリーメントアグリーメントっていうのはもう協定でしょ、はい、まあ全然違うこれはだからあもともとアメリカの議会の方 議会っていうかねアメリカの政府と議会っていうのはあって、はい、政府はそんな万能じゃないんですよね、日本だとね議院、うん、内閣制だから、はい、政府の決めたことはほぼもう議会で取るんですけどね、えー、アメリカの場合は全く違うんですよね。はい、その時にアメリカの議会と政府の間の、えー、と関係を取り持つときに議会がどのくらい政府に権限を与えるかっていう TPA ていうのがあってね、はい、これがまあ非常にポイントだったんだけどこれがもう去年の7月ですか、執行しちゃったんだよね、はい、それが結果的にできない。 わけで,すよであと、中間選挙もあるから、はい、まあ議会も刺激したくないしというのもあるから、こういうふうにあの、まあ、大対策にたぶんならないですよね、うあのこういうふうなあの t p a の代わりというんだけど、代わりにはたぶんならないと思いますよ、その議会のコミットメント、全く違うんだよね。一応やってる感は出すけどねっていう感じ、えー、だから政府の方で、はい、あで、議会のそういうふうなあのに触れない程度にしかできない議議会に、議会の金銭に触れるような話はまずできないと思いますよ。<ー>えー、ですからこれはねあの その苦肉の策として出てきたと言うんだけど、はい、出てきたって言っても中身が全く違うから、うん、TPP とはねだからそれであの先ほどその、えー、とでバイデン大統領はあの訪日する5月22日に発足というんだけど考え出しますというレベルでしょああなるほどこういう構想があるんです、うん、というふうに、ね、それはだから議会とアメリカの場合議会とらないときちんとしたののできないんで。 あ、これはなかなかあれですよね。同じもんとして扱うと、ちょっと、あの、肩透かしになっちゃうかもしれませんよね。なるほど。えー、T. P. P. とは全く違うもんだと思いますよ。うん。えー、まあ、関税とかになるとね、当然ながら議会とぶつかってしまうし。うんうんね、まあ、選挙にも悪影響だし。だかそうだかどこ、どこまで、なんか、この中身があるのかって、あんま期待してもね、多分ね、無理、ええ、無理なような感じ、私は正,正直言ってしますけどね。だ T. P. P. は相当、そのね、あの、公的、セクターへの、参入だとか。うん、といろいろ、こう、きちっと決まっていると。あのレベル。 かと思う,と違うとかそれはどんだけ議会との関係であの中国を抑え込めるかっていうのを着目してね、逆に言うと関税とかそういうのは目立つんだけど、そういう以外のところで、例えば資本取引みたいなところの方が実は対中国に効くんでね、だからそういうのを実質的に効くんだったら評価はしますけどね、それちょっと今の段階だとちょっとまだ分からないですね。でも逆に言うと、関税みたいな話はあんまり入ってこないはずなんで、私はマスコミ報道的にはね、日本だと関税の話ばっかりしてほとんどミスリーディングになる。 そから、そこがあの、是正されるのは、結構評価っていうかね、あの、前向きに考えてますけどね。なるほど。うん、え、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープー。イーユ大統領、ロシア産ガス金融で、依存から脱却すると表明。 EU のシャルル・ミシェル大統領はに日本経済新聞のインタビューでウクライナ情勢を受けて EU としてロシア産化石燃料への依存を終わらせると述べロシアからの輸入停止措置を天然ガスにも拡大すると表明しましたまた明日12日日本と EU は年に1回の定期首脳協議が行われます 日経の今日の一面トップがその記事でありました EU 大統領に聞くということで、まあ、石油の金融に関しては G7 で各国一致してという形になりましたが まあ、ガスにも言及したというのは、うん、あなかなかニュースになっておりますが、うん、高橋さん、どう見ますかま全くそうですね、あのあのた,た,ただ、この報道の中でねいつもね、うんうん、私、言葉にちょっと気にした時あるんだけど、うん、EU 大統領っていうじゃないですか。はい、でこれはね、うん あの要するに英語で言うとプレジデントオブザユーロピアンカンセルってやつだからね、e。EU 理事会議長っていうのは普通なんですよね。それで実はあのこの今おっしゃったね日 EU 定期首脳協議ってあるでしょ。この時に表記はどういうふにしてるかっていうとやっぱりね EU あの理事会議長っていうふうにはちゃんと外務省のはそういう風に全部言ってるんですよ<ー>。外務省のホームページ等々公式の文書ではそれでだからこれを大統領と訳すとねちょっとちょっとおかしくてね要するに他に EU 委員長っていうのも時々出てくるじゃないですかウェザー・フォン・デア・ライアンその時もでも EU 委員長っていうのを英語で言うとねプレジデント・オブ・ザ・ユーロッピアン・コミッションなんですよだからそれから考えると大統領と訳すのはちょっと違いますよああなるほどなるほど大統領っていうのは普通は選挙で選ばれた人ですからこれは人たちそうじゃないからだからこれはね大統領っていうとねえっっていう感じになるんだけどこれは多分報道でねこれはあれですよね理事会 議長で訳さないとね。えっとちょっと間違いだと思いますけどね。大統領っていうとイメージするのは結構権限が大きいように。大きくないです。全くない。<laughs> あきれば EU の中でまとめ役で、はい、こういう方の方向っていうかね、EU がこういう方向に向かっていくっていうのは多分そうなんでしょう。うあのこれは特にえっ、ー、と化石燃料の話っていうのは依存を減らすんだけど、はい、その中でロシアさんは特に減らしちゃうってやめさせるっていう言い方なんでしょうけどね。でもよく考えてるのはこれは天然ガスってガスの話っていうふうにする。 こうってマスコミで表題で出して中身的にはそういう話だと思いますけれどねでも化石燃料の最多のものとして石油の話を出すと例えばハンガリーなんかはまだ反対してるでしょああ EU の加盟国の中でもハンガリー反対しててなかなかそれが調整つかないんでしょそれでこれは基本的に全部が賛成しないとその方向に行かないんですよ EU というところは基本的に全会一致が原則そうですねだから反対してると一個でも反対してると前に進まないんでね 話で「先走ってこうです」っていうふうに言う。言う マスコミとしてはいつもそうなんだけど、はい、ただ現実に足元を見たら同じ化石燃料の最も簡単な、うん、あの石油ですらね、はい、今ハンガリーが抵抗してて<ー>そこに方向になってないわけですよねだからまあこういう形でちょっと先走ったことを、まあ、あ EU のこのプレジデントあの、ね、理事会のプレジデントは言うわけですけどね、はい、言うんだけどそれがだからどのくらい実現するかというふうに考えるとる、うん、すごく先でしょうねあれうしてもあ まあだからこの発言というのも結構思惑含みというか。 急的にとりあえず球を投げてみる投げないとこの人たちの仕事はならないから実現するかしないかっいうのはかなり先の話だしそうなるか、ならないかもよく分からないしもうちょっと足元のガス以前の石油ですら確かにハンガリーのオルバン政権はこの間選挙で勝ったばっかりですけれどもロシアとは近いもともと近いそれでやっぱりエネルギーを入れないと大変だっていう思惑があるから要するになかなか E. U. としてやるのは難しいですよねうん。でね、ガスについての話なんていうのは。 これドイツどうすんだまずドイツどうすんだって話になってだからドイツは黙っていくかもしれないけど当分の間全然話が進まないと思うか黙ってんでしょうねもし本当に具体的になったハンガリーみたいに反対するかもしれないしただね外への見せ方だったりとか国内の人権等と重視する緑の党なんかを前にするとおいそれと反対とも言いづらいし言いづらいけれど本当に反対したんかどうしようかってことでしょら あの誰も文句言わないから逆に言うとこの,あの,このプレジデントは言えてあ<ー>あの観測級が出せると、はい、でその観測級を大統領というか言ってなんとなくその、えー、とミスリーディングになっちゃいけないなと私は思うのでこういうい説明をこれだけ、まあ、本当にやろうとすると論争的なものをポンって言えるっていうのは、うん、まだ具体的じゃな,な,、ね、な,ないから言えるるんですよ <laughs> なるほど <laughs> そういうふうにこ,れこのニュースを見とかないといけない。うんど だから大統領としてっていうとちょっとね、えー、ミスリーディングになると思いますね。あ<ー>まあ方向はこうだとは思いますけどね。ええ。まあこのウクライナ情勢を受けて、えー、まああの今の今までのままで良いというものではないという。そ,そうですよ。だから現にね、石油だってそういうふうな動きが出てきてるわけで、ハンガリーの属 EU の方を、はい、国はやっぱりロシアさんの石油を入れないというふうにあの方向になってたわけですよ。いやこのニュースを見たときに EU というかヨーロッパがこっちに舵を切っちゃったら、うん、じゃあ日本も サハリンワンツーだとかアークティックツーだとか持ってて、うん、ガスどうすんのと思ったんですけれどもそれはありますよね、うん、でもあのどちらかというとあれですよねこうやってあの石油化石燃料の方に依存を終わらせるという形になると日本の方はは、ね、原発があるだろうって必ず言われるんですよ、はい、原発使わないから<ー>その分だけ天然ガスとか、はい、そういうの日本でなんか入れてるだろうとそういう意味だったら、えー、当面はこっちに回せとかねあの当面は多分ねあのガスは依存してたらええないんですよ はい、すごい先は別としてねそうすると当面の話の奪い合いの時に日本は原発の話とかね、うん、そういう話が出てくるんですよねいつもねお宅は使えるもの持ってるのに何で使わないんだうっていうそう使えそれでその分だけ天然ガスでね取っちゃってるだろうそれでエネルギーそれで高くなってるじゃないかとか言われるわけ、うん、これだったらヨーロッパの方に止めしてくれとかね。うん,うん、それが支援になるとそうというふうに言われますね ユ、えー、大統領といいますか欧州理事会議長シャルル・ミシェル氏の発言について、まあ、そこからエネルギー事情、ねえー、お話しいたただきました <laughs> あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。 リーダー工事の OK 工事アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください